はい、ハイマーディンが取れたんでやっていきたいと思います。はい、こいつのキャラ説明ポン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 。はい、1が設置型のあれで、2がなんかよくある明治の攻撃、3がアニビアの Q みたいな感じ。アニビアおらんやないかい、あのスタンです。でアルティメットがその1,2,3スキルどれかを強化します。で集団戦中強いのは1とされていて、2はアサシンするとき、3はまあなんかあんま使うことないです。まあ、基本ね、こう序盤は弱い、このタワレットのあれ弱いんでね、1個とかこういうの置いとくと、まあ相手来た時とかね、いい感じかなって。届かんかったわ。破壊されちゃうんだよね、こういう風に置くと。だからまあ破壊されないぐらいの位置に置いて、手取り射程長えな。けど射程長えな。ミスった、1個置くのミスったない、置く場所。でこういう風に敵に当てるとハイマーのこうスキルがね強くなるんで、ミニワグラ殴んないんじゃないかな。まあじわじわダメージ出す系ですわ。まあ意外とダメージ出るんでね。ペイトリンちょっと射程長すぎるわ。2取った方がよかったな。イグナイト持ってきちゃった俺。優勝やん俺これプレイ。今知らないのか、一発で死ぬと思ったらいいな。ね、サポートでも悪くないけどな、こいつ。一時期流行ってたしね、本家で。ね、すいません。3取ったっすけど、2で。基本に、2レベルは2です。1,2,3です。ビルドどうしようかな、ビルドがわからん。クリセプから行くか。まあ1置きつつ、まあ破壊しに来たら2当てるみたいなのが丸いっすね、割と。こうスタックがな、意外と遅いな、溜まるの。これ3つ置けるんだっけな、どっちだっけ、4つだっけ。3つか4つ置けるんだけど。なんだっけ、これ破壊されたらどうなるんだっけ、どっちだっけな。で、こういう感じですね、使い方は。ただ、これね、用意されてるとこで使うのをね、戦うの。めっちゃ強いんだけど、なんか壊れちゃったてか、9、1のスタック遅すぎてやべえ、溜まってなかったな、今。今、ワンチャン返せただと思うけどな、アルティメット1を受けてたら。アルティメット3で複数スタンでもよかったかな。今のはちょっとむずいね。マジ、たまり遅えな、これ。何秒？何個置けるんだっけ、これ。3つ？ 3 つだね。あんま使わなくてもいいかな、これで。アルティメット2が、そっちはエリフの調整だと。これ、置いといた方がいいね。アルティメット2がエグい系か。マジ？結構出るね、それは。一旦ね。敵を倒しました。味方
方が倒されました。ウト残ってんのエグいな。トップレーンが倒されました。ダリウスジャイアンは戦績すぎる。敵チームはドラゴンを倒した。これこれこれがハイマー、これがハイマーなんすわ。ウィーン。もういいか。アルティメット Q のパワーもちょっと見たいな。アルティメット Q が一番強いんだけどね。やべ、1個残すの忘れるな。これ1個残しとかないといけないんだよな、6レベル以降は。えぐいな。レイアス、あそこなら仮面のが良さそうね。最初のタワーが破壊されました。アルティメット Q やりてえな。無限のサイクル。トップレーンのタワーが攻撃されています。ミスった。ああでも結構強いかもな。こうなったらもうね、全部使ったらマジで弱い。何もできん。これで100ダメージ入んのか。結構強えな。で、仮面ってかね、時計とめっちゃ相性いいんよな。ん？弾当てた時のタレットの砲台をミニオが貫通する。貫通ってか、確か敵に向かっていくんじゃなかったっけな、これ。これあれだっけ？溜まった分って、壊れてくれるっけ？勝手に。どうだっけな？壊れてくれんのか？まあ、壊れてくれるか、さすがに。3つ置いてみる？あ、壊れてくれるよ。まあ、検証で使ったけど、俺戦えねえわ。レイアス、オートエイムが強いな。いや、アルティメット級結構いいダメージ出てるよ。でもアルティメットダブリで使った方がいいかな、これ。迷える子羊だね。やっとダメージソースが。シャットダウン。いや、さすがに、プリセプだとちょっともったいないかもな、これ、ハイマーの序盤の。序盤強いのに。
いいね。しっかりキモいな。レイアフ、サポートならクリセプで良さそうね。サポートはね、そう、サポートは基本クリセプ。ダーウィン、ごちゃごちゃ集団戦してる時は強い。間違い、アルティメットダブルしようと思って間違えたのに。よっ、だからあいつこれエズのダメージか。あれって1個しかないときマジ弱え。楽しい。普段使わないキャラ楽しいな。なんかエズリアルのダメージバグってない？エズリアのダブル Q なんか強すぎない？レイアフ、それクドクスにするとやっぱ通ったらんのかな。さすがに B リーグじゃないかな。私の計算では、あれだな、もう適当に1個だけ置いて、あれの方がいいな。基本3スタック持っといた方がいいな。いや結構いいダメージ出てんじゃないこれ。これがハイマーの使い方みたいな感じだったけど今の。レイアフ、ダブルそんなテクいことできるのか。ここ選べるよ。アルティメットダブル打ちてえな。次アルティメットダブル打つわ。ちゃんとハイマーやるときはマジでもうあれ全部置いてスキル全部打ってから時計使うのがねマジ強い。とりあえず全部使うのが強い。クリセプが入ってるとワンチャン死んでも死んだ後にタレットが倒してくれるみたいなのがあるんだけど、こっちだとどうなんだろうな。さすがに無理か。こんなに出ないな。でもこうやって見るとアルティメット W か。レイアフ、マグネトロネンちゃん取ってタレットに飛べるのかな。飛べそう。いやでもいいダメージ出るね。
硬いな。味方が倒されました。これ殺せない。まあでも J4 か。キリングスプリント。J4 だもんな。頭のネジを抜いてやるぞ。J4 じゃなかったら倒せてたかな。ここで待っとこう。いやでもアルティメットないと無理か、さすがに。ゴーグル装着。誰か来ないかな。移動中です。デアフ、J4 にそこまで行けるならネイジとカードクワンパニャン。お前くんなよ。あれお前くんね。おついね。来るやつが。もうちょっと戦いたいな。ラグ。敵のタワーを破壊します。いいね。結構いいダメージ出るね。ダウン、ワンコンできないシリーズ、バラ。シンドラちなみにカウンターっすね。あのタワータワーあれされるんで、タイマーは昭和ジャンプかも。サブローこんばんは。はいこんばんは。ちょ普通に ABC にさ、なんか何も考えずにアルティメットダブル打ってみるわ。あ、ミスった。あー待たれてた。うわ、フラッシュミスった。壁越えれんかった。ダーリン、シンドラと違って残念なのは必中じゃないことだよね。終わるんじゃね、ゲーム。ゲーム終わったわ。あ、ギリ終わらんわ。アルティメット W 打ちたい。てか、なんか FPS の設定上がってんのかな、これ。終わっちゃうな。まあ、取れたからこれでいいや。アルティメット W がそんなバカみたいなダメージ出るんだったらやりてえな。やっぱこれ後半戦ってない。ダメージの後半ちょっと肝プレイしようと思って。クエスト了解。で、どこに行くって？あ、でも、可能性の獣やん。あ、でも4万近く出てるわ。あ、じゃあ結構出てるな。あ、強いかも。え、これでアルティメット CCJ だって、なんかの CC チェインでいいで、アルティメット W で確定確殺ってことでしょ。あ、結構強いかもな、そしたら。おしゃ、ありがとうございました。ちょっと肝プレイを狙ってあんまりちゃんと戦えませんでしたが、こんな感じです。タイマー
で、スタックは1個ぐらいだね。使って。4、9のスタック残しておきましょう。ウェーブを押しやすいんで、このゲームは。あ、どうした？